りたたみスマホって憧れますよね。ガラケーやん。大画面のスマホでありながらも、昔のガラケーのようにコンパクトに持ち運べて、何よりフレキシブルディスプレイにより、畳めるのが面白い。フレキ？ということで、今回はブラックビューさんから、お手頃価格な折りたたみスマホの、どもども吉田です。アシスタントのワンプッシュオープンボタンのガラケーです。ヒーロー銃を提供いただいたので、レビューしていきます。いつもの案件か。あとこれをレビューするにあたって、折りたたみスマホ触ったことないと、評価できないのでは？と思ったのでリベロフリップも買いました。どういうこと？ブラックビューヒーロー銃とは、ブラックビューヒーロー銃は、ブラックビュー社による初の折りたたみ型のスマートフォンで、CPU などのスペックを抑えて、他社の折りたたみスマートフォンよりも、低価格で購入できるようになっているのが大きな特徴です。基本20万くらいする印象がある。ディスプレイは 6.9 インチの 2.5K AMOLED ディスプレイ。チップセットはメディアテクヘリオ G99 という、最近格安タブレットなどでよく採用されているものが搭載されていて、OS は Android 13ベースのドケ OS で、独自のチューミングがされています。なんか違うん。カメラは 8MP120度超広角カメラ、 108MP サムスン ISOCELLHM6 センサーのメインカメラを搭載。メモリは 12GB、 ストレージは 256GB、 バッテリーは 4000mAh の 45W 高速充電対応。バッテリーはあんま多くないね。閉じた状態開いた状態両方で顔認証指紋認証が可能です。フェリカは搭載されていません。お財布携帯欲しい。金額は販売開始後のセール価格で404ドル。安いって言いたいところだけど円安が勘弁してくれって感じだな。開封内容物では早速開封していきます。よろしくお願いします。箱はこちら、一般的なスマホのパッケージといった感じで、スマホに合わせた寸法となっています。まあ普通だね。内容物はこちら、 USB Type C ケーブル、電源、 SIM ピン、専用ケース、説明書、本体です。電源が日本では使えない端子なのは、多分レビューサンプルだからでしょう。ちなみにロシア版とのこと。ロシアン。本体外観、最初手に取った時、なんかいい感じと思いました。コンパクト、側面は金属フレームでありながら、V ガンレザーを採用。V ガン、いわゆるフェイクレザー、合皮です。目の細かいテクスチャのヌメッとした触り心地で手触りがかなり良く、手に取りたくなるような質感です。ただ色味的に汚れがつきそうなのが少し気になります。触り心地いいね。最初は開いた状態で箱に入っていて、閉じると、このようになります。6.9 インチの大画面で、正直デカすぎるなとは思いますが、折りたたんだ時のこのサイズ感はかなり楽しい。このサイズのスマホ出てほしい。カメラ側はディスプレイとカメラ2つ、フラッシュが一体で作られていて、それ以外に装飾はありません。シンプルでいいね。折りたたんだ側面はブラックビューの文字がシルバーで印刷されていて、上側面は、スピーカー、マイク、下側面は、SIM スロット、マイク、USB Type C、スピーカーと並んでいます。左側面には何もなし、右側面にはボリュームボタンと、電源ボタン兼指紋センサーがあります。折りたたみの関係で、指紋センサーの位置は一般的なスマホよりも上側にあります。ちょっと上な感じするね。専用ケースも付属しました。プラスチック製で、マットな質感、かなり薄めです。カメラ部分まで保護できて、カメラのレンズとディスプレイが一体型のデザインだったものが、分離するようなビジュアルに変わって、これもまた新鮮です。ピンクか。他折りたたみスマホとの比較、同じく安め、同じ画面サイズの折りたたみスマホ、リベロフリップと比較してみたのがこちら。同じ円形の外部ディスプレイを採用していながら、ヒーロー銃が 1.19 インチなのに対して、1.43 インチ、カメラと一体型のデザインは共通ですが、ヒーロー10はもっとカメラがわかりやすく、ギャラクシーフリップっぽいデザイン。まあ全然違うけどね。質感はリベロフリップではザラザラとしたこすりガラス、角張ったエッジのデザインなので高級感はリベロの方があります。しかしヒーロー10の方が小さく感じます。おそらく重量が両方とも実測値でヒーロー10では 200g、 リベロでは 213g だったので軽い。そして側面がヒーロー10では丸くなっていて、厚みを薄く感じるようなディテールになってるからでしょう。それでも角張ってる方がかっこいい。画面スピーカー、ディスプレイは 6.9 インチなので大きく綺麗です。明るさ自動調整機能をオンにすると、必要以上に暗くなるのが気になりますが、まあこれは好みの問題でもありますし、私は基本オフにするので問題ないでしょう。目をいたわれ。ハイエンドスマホに比べるとベゼルは大きめですが、こちらもそこまで気になりません。あと保護フィルムは初期状態から貼り付け済みで、タッチの質感的にも嫌な感じはありません。使ってると浮いてくるって言うけどどうなんだろうね。スピーカーは横にした際左右両方から音が流れるタイプで、音の細さは感じますが、スマホで動画視聴する分には十分な音質だと感じます。もうちょっと低音強いと嬉しいかな。ちなみに全本9はこちら、聞き比べてみるとよくわかるけど、聞き比べなければ気にならないかな。早口言葉みたいなこと言うな。
曲げて使えるディスプレイ。さて、このディスプレイは折りたたんで持ち運べるだけでなく、曲げた状態で使うこともでき、それをアピールされることが多い。そんな使い方する？ですが、実際に使ってみるとそんないい感じではなく、なんというか、もう少し固定幅に調整が効くといいなと思いました。実際ハイエンドの折りたたみだともっと固定できるのかもしれませんが、ちょうど90度あたりしか安定せず、もうちょっと傾けたいけど開いちゃうな。ってことがあります。もっとわかりやすく言って。わかりやすく？言うと、DS の開き角度で固定できないって感じですね。わからん。ちなみにこの点に関してはリベロフリップと同様です。ちなみにヒンジ部分はこのように、楕円、長方形のパーツが使われています。ヒンジっぽいのは見えてるのね。こういった折りたたみスマホには、ディスプレイの中心部分にどうしても折り目ができてしまいますが、視覚的には気になることはないですが、触り心地的にはボコッとしているので多少気になります。が、まあ使っているうちに慣れてきて気になりません。最初だけ気になる感じかな。耐久性は気になりますが、これに関しては長期使用してみないとなんとも言えません。耐久性は怖いよね。外部ディスプレイは可愛い。円形の外部ディスプレイは可愛いです。これは何に使うのかというと時計やバッテリー残量の確認、通知が来た際の確認、音楽の再生、歩数計表示、天気表示、カメラの使用のみで、まあ用途としては少ないです。でも可愛い。時計画面のカスタマイズはできますが、カスタマイズした時計もロック解除しないと表示されませんし、あくまで通知確認プラスアルファのスマートウォッチくらいの用途、外部ディスプレイ自体はかなりユニークで面白いので、もう少しできることが増えてくれればとは思います。通知見るついでに SNS 開いてみたいなことが少なくなるので、デジタルデトックスには良さそうですけど、ボタン押したらカシャって開くようになってほしい。指紋センサーの位置、指紋認証顔認証両対応していて、速度も問題ないんですが、下側にあってくれればなと思います。開いた状態だとスマホをかなり上に持った状態で、指紋センサーをタッチしないといけないので、ちょっとこれまでのスマホとは違う感覚です。でも慣れるっしょ。閉じた状態で指紋認証して開いても再度認証しなければいけないので、この点に関してもちょっと一手間多いなと感じます。ダイナミックアイランド、ユニークだなと思ったのが、音楽や動画を再生中、もしくは充電したりするとこのように、ディスプレイのインカメラ部分が大きくなり、そこをタップすると現在再生中の動画の詳細などが表示されます。ダイナミックですね。音楽聞くことは多いので、これは結構使いやすいなと思いました。ベンチマーク、この端末のチップセットはメディアテクヘリオ G99 で、アンツツベンチマークを測ってみると、総合スコア414,448、CPU 128,837、GPU 66,073。となりました。中華スマホタブレットによく採用されている G99 なので、そこそこの性能で、原神など重いゲームを遊ぶのは厳しいと思いましたが、普段使い的に使う分には十分だと感じました。正直普段8プラスGen1のスマホを使っているので、スマホだと G99 でも気になることもあるかな、と思っていましたが、全然快適です。本当かな？あとカジュアルに使う分には、リベロフリップよりもサクサクだと感じました。チップセット的にリベロの方が性能が高いのにどうして、という感じです。リベロはそれに加えて挙動がおかしいことが多かったり、何もしてないのに爆熱になったり、おや？カメラに関しては暗めの場所に弱く、かなりノイズが乗ってしまったりしまいますが、明るい場所で撮る分には十分な画質、そして撮影がもっさりしていないのが良いなと思いました。性能の問題で、そもそもカメラが開くまで時間かかったり、シャッター切るのにもっさりしたりすることがあるので、サクッとスナップ的に撮る分には快適です。早く起動するの助かる。ということで使ってみた感想としては、お財布携帯がいらなくて、とりあえず安くで、折りたたみスマホを使ってみたい、という人には最適だと思います。普通高いもんね。普段使いとして使っていて、SNS やブラウジング、動画視聴、写真撮影など、問題なくできますし、独自 OS もそこそこ面白い。何よりこの、パカパカする感覚が楽しい。閉じた時のこのサイズ感が楽しい。かわいい。外部ディスプレイでもっと遊べればな、とはめちゃくちゃ思いますが、まあこのディスプレイサイズで、できることといったらこれが限界なのでしょう。もうちょっとカスタムしたいですけどね。アップできたい。あと G99 なので、もうちょっと安ければなとは思いますが、ここは円安を呪うしかありません。毎回円安の話してんな。この動画が良いと思ったら、チャンネル